源の年寄り、源年寄りは、平安時代後期の貴族、家人。宇田源氏、大納言、源、慶信の三男。極意極館は、14以上、木工頭。10代の頃に一時期修理大部、立花の年綱の勇士となる。七力に優れ、はじめ、堀川天皇近所の学人として活動し、上略二年の上略大合わせには、 学人として参加している。過去2年に、父、教診が、太宰言の措置に任じられたため、父と共に、太宰府へ下校するが、聖徳元年教診の死去に伴い帰郷する。その後は、堀川演歌団の中心人物として活躍し、多くの歌合わせに、作者、犯者として参加するとともに、堀川院百種を、企画、推進した。展示元年。 白川法王の命により、金曜は歌集を先週。藤原元都市と共に、当時の歌壇を代表する存在となった。歌風として、革新的な歌を詠むことで知られた。その後右子の絵少将左京圏大部などを歴任し、長治2年に14以上、木工頭に助人、天人3年越前助を兼任。天栄2年以後3くらい。 金曜和歌集以後の直線和歌集に201首日集。金曜和歌集と潜在和歌集では最多日集歌人となっている。発祥辞伝関白、藤原忠道の邸宅で抱えがあった。歌を読み上げる役目の講師が、年寄りの歌を読もうとすると短冊に、読み人の名がない。講師はそのことを年寄りに知らせようと目くばせをしたり、咳払いをしたりしたが、 年寄りには一向に気づく様子がない。たまりかねた講師が小声でお名前をお忘れではと促すと、年寄りはそのままお読みなさいというので歌を読んだ。宇の花の実の白髪ともみゆるかな、しずが垣根を年寄りに蹴り、歌にはちゃんと年寄りの名が読み込まれていたのである。これには講師もしきりに頷いて感心し、藤原忠道もこれを大変面白がった。 うずらなく魔の入り江の浜風に尾花葉よる秋の夕暮れ百人衆歌と小倉百人一種の両方に取られている歌人で、異なる歌が取られているのは年寄りのみである。歌人として巧妙で、農書家としての記録はない。しかし父の教振もこの年へも共に、農書家であり、個室中には、年寄りの書として伝えられるものが多く、中でも有名なものは次の通りである。 源の年寄り阿んに関するカテゴリー、ありがとうございます。